無職の生き方の心理欲。まあ今朝ねちょっとね思いついてね、無職の生き方っていうテーマでね、語ろうかと。というのはね、今までまあ僕の場合はね、生きてきた中56年、無職の経験っていうのがね何度かあって、東京仕事辞めた時、それから北海道移り住んで阿寒町に住んで仕事辞めた時、それから釧路に移り住んで仕事辞めた時、この阿寒湖畔に住んで仕事辞めた時、だから4回あるのよね。で、まあ、これは基本的に仕事を辞めて、もしくはクビになっている とか、まあ、解雇されて、まあ、失業保険をもらうというようなことで、失業保険の期間は無職と。無職でないとねもらえないんでね、お金がね、雇用保険がね、失業保険がね。だからその無職の間、無職の間ね、失業保険をもらってる間無職ということでねいた。これはもう正式な無職ね。無職でないとね、失業保険もらえないんだよ。で、まあ、その後ね、まあ、フリーランスで、まあ、自由業ということでね仕事をしてきたんだけれども、まあ、もちろんね任意団体の代表という肩書きで、まあ、フリーランスでね、働いてきて、で最近ねいろいろ聞かれる時、いろいろっていうか、まあ、たまに聞かれるのよね。何されてるんですか、お仕事は何されてるんですかみたいな感じでね聞かれるとね、自由業と言って、自営業ですかみたいな、いや自由業です、自由業と自営業の違いがわからんという人がまずいるのよね。で自由業、じゃフリーランスです、フリーランスっていう、まあ、最近だいぶ理解、してる人が増えてきたんだけども、フリーターとフリーランスもまたこれ違うわけよね。フリーターっていうのはまあどっちかというと雇われアルバイトとかね、そういうふうに雇われてまあ働いてるような人たちで、フリーランスというのはどちらかというと要するに自分で営む自営的なね、自営業的な感覚で働いてる人がフリーランスみたいな、まあ、僕の認識はそうなんだけど、で僕はどっかにアルバイトで働いてるっていうようなあれじゃないんで、まあフリーランスとしてね働くというようなことをやってたんだけれども、どうもじゃあフリーランスで何をされてるんですかって、まあ、前だったらね心理セラピストですとか、ネイチャーガイドですとか自然ガイドですとか、まあ、いろいろと言えたんだけども、最近その心理セラピストも自然ガイドもね、ほとんど今やってないんでね、そうなってくると なんて言ったらいいのかなっていう感じでね、まあね、森林プロデューサーですと言ったって、森林プロデューサー、あそうなんですか、どんなことやってるんですか、結局なんだかんだ話が長くなるんでね、めんどくさくて最近はね、あ無職ですっていうふうにね言った方が早いなと、その方がまあ分かりやすいなというようにね、まあフリーランスと無職ってほとんど変わらんっていうか、仕事してりゃフリーランスになるけど仕事してなきゃ無職みたいな感じなんでね、まあ、それ、まあ、無職で言った方が早いかなというふうにねふと思うようになって、でとなるとこれは完璧なね 5回目の人生5回目の無職ということになるなといったところでね、これはちょっとそのね今までまあ4回ね失業保険をもらうための4回の無職も含めて、今新たにね自ら、無職と名乗るようになった、これからの生き方とか、まあ、そう今までの経験から今無職ということに、無職でいいなというふうに思うようになったというところもね、いろいろとね、これから話していければ面白いのかなと思う、無職の生き方の森林欲。